天皇皇后両陛下が愛媛県にある道後温泉の本館を視察されました。両陛下は1日午前11時ごろ、松山市にある道後温泉の本館を訪れ、およそ120年前に作られた建物を外からご覧になりました。近くには地元の小学生が集まっていて、陛下は何年生ですか、学校はどうですかと声をかけられたということです。午後は国体の剣道の会場で高校生が出場している少年男子の部を視察されました。真剣な表情で試合を見つめ、一本が決まるたびに大きく拍手を送られていました。両陛下は愛媛県での3日間の日程を終え、1日午後5時過ぎに皇居に戻られました。